皆さんこんにちは。フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今回の動画はブレーキのハウツー動画になるんですが、その前に、1点だけお知らせがあります。こちらです。じゃん、ミッチーモデルです。ミッチーモデルの板が M80 スケートショップで販売が開始されます。まだこの動画を出す時には販売開始してないんですけど、7月15日の金曜日夜8時から M80 スケートショップオンラインショップにて販売を開始します。まだこの動画が出てる時はスタートしてないので、ちょっと告知という形になりますが、ミッチーモデルが販売されますので、皆さんぜひこれに乗ってスケボーをガンガン滑ってください。スケボーやんないよっていう方はこんな感じで部屋にガンガン飾ってください。ということで、ブレーキのハウツー動画にどうぞ。はい、皆さんこんにちは。フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今回の動画はブレーキのハウツー動画になります。今までの動画で何個か出したことあるんですけど、再生リストに基本動作のハウツーまとめてありますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。で、今回このブレーキのハウツーですね、何個か種類紹介しようと思います。一般的なブレーキとテールじゃない、かかとです。かかとを使ったブレーキっていう形になりますので、走れるけどやっぱ止まるっていう動作結構重要なので、よかったらこの動画を参考にして、止まり方、かっこいい止まり方を身につけてください。ということで、まず1個目のブレーキからハウツーしていきます。はい、じゃあ1個目のブレーキです。このブレーキは後ろ足のかかとを地面に擦って止まるというブレーキになりますので、まずは1回お手本やってみます。今のが、ステップ1のブレーキになります。1種類目のブレーキです。後ろ足のかかとで地面を擦って止まるというブレーキになります。で、これはポイントは前足をセットして、体重はずっと前足に乗ってます。なのでこの片足の状態に近いです、乗り方としては。で、ブレーキをするときによくあるのが、この状態で足を完全に下ろして、つま先または足の裏全体でブレーキをするとこうなります。もう一個はよくは見かけるのが、こうプッシュしてきて止まるときにこういうブレーキになる方、今極端にやったんですけど、大体この2種類が、うまくいってない人に起こりうるパターンの2つになります。この原因っていうのは、左足に完全に体重が乗っちゃってる。レギュラーの人だったら右足に完全に体重が乗っかってしまってる。完全に体重乗っけると今みたいな形になるので、あくまで片足の状態でかかとをするだけ、体重はこっちにかけません。あんまりかけない、全くかけないわけではない。なのでほぼ片足の状態でかかとだけを擦って最後を下ろすという動作になります。はい、こんな感じで今のがステップ1というか1種類目のブレーキになります。基本的にはこのブレーキを使ってスケボーに乗ったらスピードを減速するっていう時には、これをまずは主に使ってみてください。次に紹介する2つ目のブレーキですね、これは一回お手本やってみます。今のが2種類目ステップ2のブレーキになります。どういうブレーキかというと、僕グーフィースタンスなんでグーフィーバージョンですね。左足、後ろのテール側になる足をのかかとを地面に擦って、テールはついてないんですね、地面に対して。ちょっと下に脳臓を上げますよね。で、足のかかとがこう地面につきます。で、この状態で地面を擦ってブレーキをするので、テールは地面についていません。で、この時に前足で板を前に下ろす力と、後ろ足のテール側に体重をかける足、このシーソーのこの動き
この下半身両足の体重のバランスでこれをキープしてこう止まるという動作になりますので、前足で体重もかけるし後ろ足に体重もかけるし、このバランスでかかとでするという動作になります。それを踏まえてもう一回やってみます。お願いします。はい、はい、はい、今の2個目のブレーキの練習方法ですね。最初はやっぱテールがどうしてもついちゃうと思います。なので最初のプッシュの動きを少しずつスピードアップしていくので、最初は緩いプッシュで始めて、前足はこんな感じ、縦ですね。まあ、普通はこう横に乗ってるんですけど、ブレーキするときは縦にして後ろ足も縦にして、この体勢でブレーキをかけます。この時に今テールついてます。前足に体重かけるとテールが浮きます。ここ見える、今テール浮いてるよ。テールが浮いてかかとがついてます。これ後ろに体重かければテールがつきます。前足に体重かければテールが浮きます。この状態でこのブレーキをするという形になりますので、結構このシーソーの動きが最初は難しいので、多分テールがついてズズズズズズっていう止まる形になりがちだと思うんですけど、最初はまあそれでも全然大丈夫です。この体勢を意識して最初はテールがついて止まるかもしれないんですが、だんだんそれがこう前足のバランスが取れてくれば最終的にはかかとでブレーキングができるようになりますので、ちょっと根気強く練習を頑張ってみてください。はい、ではこのステップ2の前に1のブレーキやってみようか。はい、はい、今回も吉田さんと森田さんにお願いしてます。お疲れともいいですかね。あ、何回もやっていいよ。足見れないですか。はい、どうぞ。完全に止まっていいよ。止まっていいですか。うん、はい、完全に止まります。いや、もう一回やる。大丈夫です。ういっ、あ、ごめん、撮ってなかった。お、いい、お手本みたいなブレーキ。カップいいっすね。いいっすね。はい、おー、はい、できてますね。小さく。え、なんだ、もう一回。え、チャンメさん。ちゃんめ、みずきさんにおうおうセクシーになれって言われてこのブレーキを身につけました。みずきがブレーキのハウツーしたの。はい、セクシーになれって教えてます。すげえ、どういうこと。最初俺セクシーじゃなかったんだ。ちょっとセクシーなブレーキやってみて。セクシーの方でいいですか。うん。あ、膝に手を当てるってことね。そうです、あのどうしても右足重心来ちゃってたんで。あー、なるほどね。ちょっとそれでやってみてよ。あ、そうするとやりやすいんだ。こっちに重心乗ります。へぇ、やりやすいですね。あー、なるほど、それはすごいいいアドバイスだ。セクシーブレーキやるね、みずき。セクシーブレーキ。膝、前足の膝に両手を当てるってこと。そうですね、両手、片手でもいいんですけど、手を当てとくと、はいはいはい、重心が右に行きすぎずに、なるほど、やりやすかったです。おー、すごい。じゃあぜひ参考にしてみてください、視聴者の皆さん。はい、あ、俺じゃなかった。はい、めっちゃいい。膝に当てるのね。なるほどね。へえー、すごい。せーの。おお、あ、いいっすね。いいっすね。続きましてステップ2のブレーキにちょっと挑戦してみましょうか。はい、なかなかね使いどころがまだないかもしれないけど、まあ、できるとね結構ピックアップにもつながりやすいから使い勝手がいいと思います。はい、なのでまあちょっとせっかくなんで練習してみましょう。はい、はい、ミルクアップ。早いじゃん。あ、今テールついてなかった。ちょっと一瞬ついてました。お、すごい。あ、ちょっときた。意外といける感じか。あー、はいはい、ちょっとコツを。あ、
おお、できた。すごい。すごいすごい。あ、ついてますね。ついてますね。よし、やって。おお、止まりきれないけど。すごいすごいすごい。当てるまではいけます。お、いいね。さすが、揉み込みが早いね。ありがとうございます。ついてますね。じゃあ最後にステップ2のブレーキを一発お願いします。はい、せーの。ああ、止まりきれね。はい。まあちょっと難しいからね。ちょっとこのブレーキングを意識して、はい、普段の練習でね使ってみるといいと思います、はい。よかったらやってみてください。は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 い、まあ今ねステップ1とステップ2、かかとをするブレーキとテールに足をつけてかかとをするブレーキ2種類を、紹介しました。紹介ハウツーしました。で、前に出してるブレーキのハウツー動画でパワースライドで止まるっていうブレーキも紹介してるんですが、まあちょっとそれもね参考までに、ゲームみたいな感じでちょっと遊びを交えてちょっとやってみたいと思いますので、よかったらパワースライドで止まるブレーキングも参考にして挑戦してみてください。よし、やるか。はい、よし。じゃあまずはね、あのね缶があるんですけど、缶を置いてねちょっとアップにして見える。近づいてきます。この缶ね、この缶を狙ってちょっとブレーキングしてみたいと思います。じゃあちょっとやってみようか。はい、はい。はい、今のがパワースライドで、止まる缶を置いてパワースライドのとこ、パワースライドで缶の目の前で止まるっていう、まあ、ゲーム感覚のパワースライドの練習になります。パワースライドの練習、ブレーキの練習、まあ、今のはフロントサイドって言ってお腹側を前にしてこう止まるパワースライド。で次はまあ今度バックの、パワースライドでやってみるんですが、まあ、ちょっとねお腹側のパワースライドをしばらくちょっとやってみようか、はい、何回か、はい、回っちゃうな。うまい。ということで今回はブレーキの2種類のハウツーと、あとまあパワースライドのハウツーじゃないね、紹介みたいな感じですね。よかったらこんな感じで遊びながら挑戦してみてください。ということで今回は終わりたいと思います。それではまた。